でもなんか、同期がさ、なんかめっちゃハーハーしてんの見てさ、ちょ、面白くてさ、僕全然息上がらんかったからさ、若いって大事だなって思った。それを見て、なんだろう、自分よりこう、追い詰められてる人見ると、なんか大丈夫になるみたいな言うやん。だからなんかその、自分もなんかもう本当に何もできることなかった。同期歌うまいし、何も自分おもろくないしで最悪だってなる前に帰ろうかなみたいなこと思ってたけど、なんか同期がめちゃめちゃハーハー言ってるの見て、体力だけまだ大丈夫だわと思って。 いろんな意味で慰められたよね。マジでおもろかったわ。落ち込んだ時のミストリーの、そう、それ最近のね、なんだ、大体2時3時のラジオでも言ったんだけど、落ち込んだ時にミスト見てどん底知るみたいなね、人生のどん底をミストで知るみたいな、そんな感じのノリだったね。